シーズン20やることリスト。長きにわたるシーズン20も残り1週間を切りました。酸いも甘いもあったシーズンですが、来たるシーズン21も後悔なく迎えるためにこの動画で一挙全クリしておこうぜということで、今回はシーズン20が終わる前にやるべきことを総勢8つ紹介していき、まだらトレジャーパック。さて、今シーズンも毎度のごとくご丁寧にトレジャーパックを用意してくれております。これの良し悪しでそのシーズンの良し悪しがわかる。でも人生そんな安直じゃないよ。トレジャーパックというのはサプライボックスからゴミのように出てくる長方形のあれを拾うごとにそれぞれ報酬がいただけるという無課金税優遇システム。その報酬には少々のパックと少々のクラフトメタル、そして少々のバトルスター。ずっとしょぼい。しかしこれは1日1個しか取れなくて、その上最終報酬まで45個取る必要がある。そのため大体2日に1回はエーペックスを去らないといけない。その肝心の最終報酬とは、今回の武器はプラウラ SMG ですね。敵としては神がかり的神。自分までゲットしてないので詳細の部分は分かりませんが、残り25個、頑張ろうと思います。例のごとく紫エリアですので、見やすさ初期のものと同義ですが、評価すべき点は色。オレンジ色というプラウラーにはなかなかない色。無課金勢の方は絶対今シーズンこれをゲットしておいてください。しかもプラウラーはどうせ来シーズンもバカ強いので取っておいて損はねえぞ、バカなるこにゃろめ。さあ皆さん、シーズン20の思い出は何でしょうか。ぜひともコメント欄で教えてください。まあいろいろあった今シーズンですが、あんまり大きい声では言えへんけど、一番課金制変化ったシーズンです。スリーストライクをやれ。いきなり突如として急遽心広き運営さんのご厚意により我々大好きスリーストライクがドウドウの復刻を果たしました。これだけを一生してたい。毎シーズン末に来るプレステージスキンイベント、今回はオクタンが登場しました。エヴァンゲリオンになんか100体くらいいるよね、こういうやつ。このイベントで3ストライクが復刻された。オクタンのイベントなので確かにわかる。ちょっとこれだけ言わして、軌道なんだけどこれ絶対見にくいよね、これ絶対見にくいよね。手前にこうなんかね、軌道のもやもやがもう邪魔邪魔。ズバリシーズン20のうちに3ストライクを楽しめ。自他ともに認める大人気モードなので、いつかは絶対復刻が来ますが、 APEX において神モードは進出鬼没。今度いつ3ストライクが到来するかわからない。さらに3ストライクには素晴らしい魅力がある。バカほど練習になる。無限に一生敵が降ってくるので嫌でも戦わされるのよ。なので対面力が爆裂向上する。立ち回りもそうだけど対面力鍛えたいな。そんな方にうってつけの神モード、楽しみながら練習できるなんて合法チートレックさ。というのも今回3ストライクは一味違う。皆さん気づきませんか、今までの3ストライクに比べて戦いやすさが向上したなと、こう感じる方多いと思います。それもそのはず、なんか弾に駒の頻度が明らかに減った。弾はデスボから飛び散るシステムは前までもちろんありましたけど、なんか数増えてねとか思った気がするんだけど、これ気のせいかな。あとで何より地味に嬉しいのがリスポーンした時の回復ね。バッテリーとかをもう追加でも出してくれるのよ。気がするけどこれ気のせいですか。でもね、ただ一つ許せへん事態があんのよ。皆さんうすうすお気づきですよね。せーの、バグエグいって。いつも通りのバグ祭りではありますが、どうやらバルキリーがボロボロにバグってた。というのもバルキリーウルトを使うとその後リスポーンした時謎の場所にリスポーンしちゃうのよ。よってそこで醜い争いが繰り広げられる。これはひどかった。そんでもってアンチ街でみんな全滅。やってられっけ。そしてバルキリーがスリストでは帰らぬ人ということで、バグマメルで見てみるぜってなモードではありますが、くしくも楽しいことは確かなので、残りシーズンのうちに堪能しておいてください。いつもライフラインを使ってくれるノロの皆さん、いやーいつも本当にありがとうね。ランクをやれー。今シーズンのランクはやばかった。マイナスはでかいし、チーターは多い。挙句の果てには SMG めっちゃ弱い。個人的問題やめて。普段ここでは別ゲーをやれとかいうエーペックス解説者にはあるまじき愚行をしてるんですが、今シーズンに関してはエーペックスに依存してた方がいい。なんせシーズン20今シーズンの敵はかなり高い。悪しきゴミ昇格戦も廃止されたので、俺たちのニーズを全部汲み取ってくれた感がある。ですが今シーズンのランクは非常に難易度が高い。正直プラチナに行くのすらやっとのやっと。そっからモルなんてもう苦行そのもの。ランク分布も予想通りプラチナが一番多い。よくよく見たら高ランク帯が異常な数値を示してる。なのでここで言わせてくれ、ダイヤ行ったら全クリー。今シーズンはダイヤに行けば大満載。ほぼシーズン13の激ムズランク。次シーズンからのシーズン20ダイヤは他の追随を許さない価値激高なので、ダイヤまで行けたら万々歳。プラチナまでは9大点。このイメージで残り日数のランクを回していただきたい。今シーズンも例の通りランク報酬はマナフレーム等だと思う。でもこれシーズンいつのかわからん。起動もそうだったか。さらに俺的な予想ではありますが、次シーズンはランクの難易度少々緩和されそう。特にマイナス
ラスメン。いやだからそんな微調整ができたらこんな苦労はせえへんねんおい。トークンを集めろ。全エペミンの皆さん、今のうちですよ。今のうちにレジェンドトークンを山盛り集めとけ。マクドで一個のお盆に大量のポテトを入れて食べるやつやってみたい。というのも来たるシーズン21は何やらどうやら新キャラが来る恐れがあるのよ。ほぼ確実ですよこれ。その証拠に今ロビー画面で左の方にいるマービンを上から尻尾的な何かが意地悪をする演出がある。これは前回の新情報大全で紹介した新キャラアルタのティザー演出で間違いない。能力等の詳細はこちらの動画からどうぞどうぞ。クソ強そう今んとこね。その他に APEX の公式 Twitter カタクナに X アンチ、こちらのアイコンが何者かにジャックされてる演出がある。これもおそらくアルタのティザー演出の一つ。あーバツエンチャンネルのアイコンも変わりました。以後お面白きプリズ。ではそれとレジェンドトークンの何の関係があるのか。新キャラ解除。レジェンドトークンの少ない使用用途の一つに新キャラの解除という重大な任務がある。要は次シーズンの新キャラのためにレジェンドトークンを貯めておきましょうよという話。では実際いくらほど貯めておくべきなのか。つまり12000で十分。新キャラに使うトークン数は12000固定なので最低でも12000は貯めておいてほしいのだが、俺としてはそれに加えて残りプラス23000ほど猶予を貯めておいてほしい。というのも新シーズン開幕に来るリカラーストアなんですけど、非常にレアなスキンが来る確率が高い。皆さん大好きセリングマンでおなじみのリスバンタラの再販もシーズン20の初めに来ておりました。こういう名だたるレアスキンが新シーズンに来る可能性が高い。そのスキンを追加で2つほど買うと仮定すれば最低でも12000、最大でも30000、こちらを目標にトークンを集めておきましょう。トークンを集めることとしてはとにかくプレイするしか方法はないんですが、効率を考えると3ストライクが効率良すぎる。いやでも生存 XP が漏れるので最効率でレベルを上げることが可能。ただいつもシーズン末に来てくれるダブル XP キャンペーンが来ないのがなんか意地悪だよね。バトルパス。毎度のごとくありがたいことに今シーズンも神バトルパスが実装されております。これをぜひとも絶対に完遂しておいていただきたい。バトルパスをやらずしてシーズンを終えようなんて大掃除をせずに年越しを迎えるのと同じ。からめちゃくちゃいい例え、ありがとう。シーズン20バトルパス非常によろしいです。特にバンガのスキン、過去例に見ないほどのかっこよさ。さすがは5周年気合の入り方が違う。なのでバトルパスを上げておいてほしい。詳しいアイテムの詳細などはこちらの動画で紹介しているので、シーズン20が終わるまでにどうぞどうぞ。でも皆さんが気になるのはそんなことではない。残り1週間、今現在何レベルであれば110レベルに達することができるのか。それはズバリ60レベル、限界ギリギリの数値です。これバトルパスレベルを上げることとしてはレベルを上げるのはもちろん、ミッションをクリアするのももちろん、実は今シーズンは最強のバトルパス上げ方法の裏技があるんですよ。それがこちら、ブレイクアウトチャレンジ。そうです、無料ヒートシンクチャレンジことブレイクアウトチャレンジ。これはトップティアだけが報酬かと思いきや、その副産物としてチャレンジクリアによる大量のバトルスターが最大の魅力ということで、私実験していました。チャレンジをほぼやってない状態で超真剣にガチでチャレンジに約3日間粘ってみました。かかったね時間。その結果見事当時レベル80ほどやったんですが、異次元のスピードでぶち上がり、結果余裕で110レベルに気づけばクリアしてましたね。まさに偶然の産物。トップティアもいいんですが、バトルパスを上げたければブレイクアウトチャレンジをこなすほかないぜ。意外と簡単なのでやろう今すぐ。ということでこちらがトップティア。もう念願の見やすいフラトラ。敵のデスボからヒートシンクを拾った時の感動、あれをこれからずっと味わえるという。シャザー薄れそうで怖い。見た目自体は正直ヒートシンクの方が好きですが、格好悪くはないので非常に良き。いやマジでみんなゲットしろ。ただ私気づきました。やばいことに気づきました。いや気づきたくなかった。だからみんな気づかせてあげる。実はトップティア弱いとこあります。いや若干見にくい。ありがたいことにトップティアはヒートシンク同様キルをすれば進化をします。するとおーら不思議、手前のボディがデカなるから重心がこうだが捉えづらいというこうデメリットがある。知らんかったこんなん。ただこんなデメリットはデメリットとして機能しないほどの小ささなので、気にせずゲットしてください。ということでチャレンジのコツをここだけで伝授しよう。こちらの動画で全て紹介してるんですが、クリアして気づいたことをまとめていく。とにかくリング収縮、これとの戦い。他チャレンジは適当にこなせばすぐ終わるけど、絶対にこれが残るのよ。これのコツとしてはカジュアルで味方を埋めず一
生ハイド、またはスリストで遊ぶ。俺としてはこっちの方がおすすめ。ギフトチャレンジ以外は1日あれば余裕でクリアできるので、焦らずゆっくり進めていこう。ギフトチャレンジどんまい。モザン P24 つ買え。実はシーズン21のリーク情報にこういうものがあります。二丁拳銃実装。新情報大全で紹介した通り、新武器ではなく新システムで続武器枠ハンドガンたちの二丁拳銃化、この可能性が高いが、一応シーズン22から来る可能性もあるらしい。ここちょっと不安ですね。ということは言わなくても分かっちゃうよね。モザンと P20 を特訓しよう。新時代の環境を先取りする、これができるエペミンの本質。隙を伸ばすんじゃない、強いを伸ばす。環境ごとに自分の形を変える、エーペックス界のカメレオンになれ。そのためには事前の準備が必須。確かに今の環境では P20 とモザンはお世辞にも強い武器とは言えない。言えない言えない。言えるか。いや、それはお前が浸るだけで強いし。お前のこと誰が好きなん。備えあれば憂いなし。運営さんはそういう新武器とかに対する調整がめちゃくちゃ下手なので、今のうちに新武器の練習はできませんが、既存武器の進化なら練習は可能。目指せ新シーズンの環境の先駆者。俺も気が向けばやろうと思うけど、ゾコ武器がどこまで化けるか。のぶたをプロデュースのエーペックス版やる？楽しんでくれる？今シーズンは問題だらけですが、紛れもない神シーズンでした。様々な事件や炎上、波乱万丈でしたが、俺から言えることはただ一つ。楽しめこのエペミンゲー！シーズン20はどうやらやることが多いですが、楽しみながら全クリして、来シーズンを迎えてください。エーペックスはどこまで行ってもゲーム。楽しんであげないと意味がない。残されたシーズン20、存分に楽しみなはるや。ではまた、ウェッ！